車ありがとうございます。特急藤川6号静岡行きです。停車駅は清水静岡です。続いて車内のご案内をいたします。前から1号車2号車の順で、一番後ろが3号車です。指定席は1号車、自由席は2号車と3号車です。なお2号車と3号車は一部指定席です。お乗り間違いのないようご注意ください。この列車は全車禁煙車です。化粧室は1号車、くず物入れは各デッキにあります。次は Ladies and gentlemen, welcome to the Fujikawa.This is the limited express Fujikawa number 6, bound to Shizuoka. It stops at Shimizu and Shizuoka. Cars 2 and 3 are for passengers without seat reservation. Car 1 and cars 2 and 3 are for passengers with seat reservation. This train is non-smoking.There are lavatories in car 1. The next stop is Shimizu. これのがいい。
富士まで向かい来るで通して、あの富士で下ろして大阪さん、はい、そして富士で降りて、やってますね、そして車で乗って、ああそうか、だからずっとあの日本車に乗る子もあるけどね、平均なのにぶつかる時があるから、こっちが前、ああそうか、まあ一人ってね、一人しか上の子まだ結婚してないから、ああ、ほっか、いい年になるんだな、もう45歳ね、うん、いいぐらいかな、あんなことね、40歳ね、あ、あんなか、うん、あんなだから社会的あんなだ、あんな、うん、もういかんか、私ね、あの、ああいうおばちゃんがいたら、ああ、だからやっぱりそういう根気があるだよね、それで、あの、東京の方で自分一人で住んでるから、もうこっち、なんてこっから、いや、ホズミのね、暮らしに会ってたよ、あの時、でもそれ、手放しちゃってね、もううちもあのまま古いうちに、もうヴィランみたいで、ほら、誰も後いないから、まあ、そこ入ってくれよ、ね、その東京にいる娘がだけど、長男のとこ行った、それで。だけど向こうはお父さんに会いだして、で一緒には住んでないから、別に。二人とも女か。うん。子供。そうそう、子供。うん。下のね、うん、子は、大阪へお嫁に。ああ、そうか。で、その時ちょうど17年だったかな。うちのお父さんが呼ばれてたけど、大阪で。行けなかったな、置いて京都の直したんだよ、出てきたら、あ、そうかな、で、ジュニアって、3人で八坂神社ってあるじゃん、あそこで京都、あそこでやっただよね、そのとこの子は今、ね、マンゴーの中一人しかいないんだよ、うちは、あ、そうか、で、来年はこうだ、どっちかのことかな、近いところで、あと来るからね、町内へ行っちゃったもん、以上、下の方に、あ、そうか、そうか、でもね、そっちもね、なんか親が、女の親がいて、で、あの、娘と一緒に住んでるだって、でも、だから息子は今、僕が出てるし、あ、そこは行きますか、うん、だから、ね、あんたちゃんね、これで今度宇宙発覚したな、うん、宇宙発覚、あ、じゃあ別に住んじゃう、別に、うん、で、いずれ一人にお母さんがなれば、ね、あれだけど、でも、その娘、お母さんと一緒にいる娘の子に、姉ちゃんの子に結婚しながら、そう言われてね、うん、そうだよね、お父さんたちに言うんだけど、固定資産税とかもかかるから、あんまし増やさんのがいいよ。
あの、やめた。なしろ、まんね、この2件の邪魔にやるから、なすたま。困るって言わないで。よしな、部屋当てにならんから4万人全部やるっつって。税金もね、かかるからね。今、天引きしたらもう、ね。もうみんな、こうだよ。だけど今、俺稼いでるからなんとかなるけど、あれ仕事になくなると、払う偉いな。そうだよ、ほんと。今度は天引きしてからやらんだからな。手に職がある人はいいですね。定年がないからね。定年がない。やってくれよって言えばやってやるからね。おかず代くるなっちゃう。この床屋さんだって私より1個下だよ。ここでやってるだけ。あ、ほんか。だから73歳。そう。今度お誕生日の13歳。これでもまだ、ね、できるだけ。で、なんか違う。あと10年商売できるかどうかね。できるさ。十分ならない。昔は十分ちょっと。昔はあのね、重いもの積み下ろしができるようになるダメ。そうだ。ああいうのは自動ってできないのかね。いや、ある程度ね、のろくてダメ。時間かかるしもって。ああ、そう。だいぶ運だもんね。乗ってるっちゅうのが偉いよね。これだけ持ち上がればいいじゃんね。そう、こんなもんだからね。うんうん、運動は力がいるよね。あれあそこでアイスよくしてる。やーさんだ。ほら、あそこあそこ。何とかでバーベキューかなんかしてるの。そうだね。寒くないもんね。寒くしてるのかな。この天気で暑いかもしれない。入れ墨すごいね。別の隣の食堂あった方だよ。あの、いや、食堂やってるやつが減っちゃうんだけど、そこへ来るあの、JC 信号です。信号待ちです。お待ちください。ただいま、JC 信号です。信号待ちです。お待ちください。
れなのかな。そうだね、そう思うとか、私のうち骨たくさん柱とかであるからね。潰れるかなと思って、何も言ってこんから大丈夫なって私は思ってしまう。どうするかな。なんとかしないんだよな、ね、なんとかできんだよ。あいつやで、みんなだ。なあ、それ家の中に入れんの。そうだね、すごいわ。私もこのとこずっといかんし、つらめなさい。なあ、うん、きれい。うん、そっか、お前と遊ぶようなんだ。私ね、行ってもね、中に入らって今日忙しいからでね、帰ってきた前はよく一回行ってこれちゃった。廊下が真っ白でね、廊下からはちょっと髪が変わってたかな、あの時、うん、で、こっちの方から入ってたから、入って、みんな入ってんのいいよ。今日お線香ありましたね、うん、手を合わせて。ああ、危ないからね、うん、じゃあ、あっちの中を持って、だから、ちょっと掃除しないといけない。どこにいるんですか。こたつがあった。あ、たまってるよ、ね。たまるじゃん。草が伸びられ、吉野トゲじゃん。草伸びて困るから何とかしてくれるっつって。いいよ、まあ、女も知らん顔しとけですよ。何とかしてくれって、自分で金って言えばいいんだね。いかだから盾が分かってくれっことはダメだよね。そんな住んでるだから、自分の家だからね、うん、もう人のもんじゃない、あいつのもんだからさ、ね、俺はあいつの名前にしてあるだから、うん、そうだよね。なんとかしなきゃだめだよ。税金も払ってるぞ。払ってるらしい。そうだよ、付き合いだから俺一回にやるんじゃないかな。あ、置いといて、見てるから、上の方どっちでしょ、あそこだね。あ、後ろ、行ってる時早いのかね。え、止まってくるかな。大丈夫、大丈夫。まもなく、清水です。清水を出ますと、次は終点、静岡です。 Ladies and gentlemen,We will soon make a brief stop at Shimizu. After leaving Shimizu, we will stop at Shizuoka. Thank you. ありがとうございました。清水です。お降りの柵をお願いします。お手回りを今一度お確かめください。
口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。6分ほど遅れて到着となります。ご迷惑をおかけいたしました。